ブンブンハロウィーン中どうもまさるです今回は Amazon の方で新しいセールが開催されることが発表されましたのでご紹介したいと思います今回のセールはこちら8月27日土曜日の朝9時スタート終了は8月29日月曜日の23時59分までとなっています 先日の Amazon のビッグセールプライムデーでは週の中間からのスタートとなりましたので仕事をされている大人の方の場合はなかなか参加しにくいセールとなっていましたが今回は土曜日スタートということでスタート直後から参加しやすいセールとなっていますそして今回セール価格になることが発表されている製品というのももうすでにこちらのページの方に掲載されていますのでご紹介したいと思います まずは Amazon デバイスとして毎回よくセールになることの多いエコーシリーズスマートスピーカーのこのエコーシリーズこちらに掲載されているのはエコードットというコンパクトなモデルそれからディスプレイ付きの人気のモデルエコーショー5こちらのモデルがセールになることが発表されています なお、ここに掲載される製品は一部の商品となりますので、おそらくはこれ以外のモデルにつきましてもセールになることが予想されます。それからテレビに接続することによって動画見放題系のサービスが使える Fire TV Stick。さらには電子書籍端末の Kindle。これらもセール対象となっています。具体的に いくらになるかということはセールがスタートしてみなければ分かりませんが毎回かなり安い価格になりますのでもし今これら製品購入を検討している方は今後セールがスタートする8月27日まで購入するのは待っておくといいかと思いますそれから今回セールになる商品としましては i ロボットという床拭きの いわゆるお掃除ロボットの一種ではありますが床を拭くための製品こういった製品も今回セールになりますそれから人気の AK レーシングのゲーミングチェアエレコのモニターアーム t c l の32型のテレビこちらもセールになる予定です さらには、バッファローのナスネ。ナスネというのを聞いたことない方はいるかもしれませんが、プレイステーションなどと連携させ、テレビを録画することができる製品となっています。本来はソニーが販売していたんですが、現在ソニーの公式の方では販売が終了し、現在はバッファローからの販売となっています。その他、ゼンハイザーのオープン型のヘッドホン。オープン型というのは、こちらが メッシュになっていて外の音も聞くことができるといういわゆる開放型のヘッドホンになります例えばオンライン授業などそういった際はこういった開放型の方が自分が話している声も聞くことができて自然に会話することができますので意外とこういったものは使いやすいモデルとなっていますあとは XP ペンという こちらはいわゆる液タブパソコンなどで絵を描く際に使うタブレットとなっています割と格安で性能もそこまで高いので Amazon では人気のブランドとなっていてもともと安い製品ではありますが今回はさらにこれがセール価格になりますので買いやすい価格になるかと思いますあとはフィリップスの電気シェーバーシャープの衣類乾燥機 あとはパソコンと接続して使うモニター、日立のドラム式洗濯機 HP のゲーミングデスクトップ PC、a n カー r のイヤン、これら製品もセール価格になります。a n カー r の製品につきましても Amazon デバイス同様、毎回多くの製品がセールになりますので、ここにはたまたまこのワイヤレスイヤホンが掲載されていますが、その他のモデル、充電器だったり、 あとはアンカーといいますとモバイルバッテリーが有名ですがモバイルバッテリーなども今回のセールでセール価格になることが予想されますこの辺のセールにつきましても多くの製品がセールになりますのでもし何か気になる商品ありましたらセールがスタートする8月27日までは買わずに我慢しておくといいかと思いますあとはこういったガジェット関係に限らず ののセセーールルでは多くの製品がセール価格になります。例えば水などの食料品関係レトルト食品などもセールになりますのでちょうど今浅い害などの影響で一部地域ではやはりまだ浅い害などで困っている方も多いかと思いますがそういった災害に備えるためにもこういったセールで保存食など 長期間保存できるような食品そういったものをまとめ買いしておくというのもいいかと思いますあとはこの辺調理器具フィットネス用品あとは日用品から衣料品に至るまで特に今回のセールはファッションタイムセール祭りとは異なり多くの製品がセール価格になり ファッション関係のアイテムを購入したらより多くのポイントを獲得できるということもなく、どの商品を購入しても多くのポイントを獲得することができるポイントアップキャンペーンというのも同時開催になりますので、とても利用しやすいセールになっています。ポイントアップキャンペーンにつきましては、こちらの公式サイトの方から事前にエントリーをしておく必要があります。このエントリーはセールがスタートする直前、 でもいいですし、またもうすでに今からでもエントリーすることができるようになっていますのでこの最大10%ポイントアップキャンペーンたとえセールになっていない商品を購入したとしても多くのポイントが獲得できるお得なキャンペーンとなっていますので今のうちに忘れないようにエントリーしておくといいかと思いますまたこのエントリーをすることができるこのエントリーボタンが用意されていますこちらの公式ページのリンク それからこのページには先ほどご紹介しました今回のセールで確実にセール価格になる商品というのも掲載されていますのでその辺の詳細が気になる方も動画の概要欄の方にこの公式ページのリンクを貼っておきますので気になる方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてくださいということで今回は Amazon の方で8月末のタイムセール祭り 8月27日土曜日からスタートするこちらのタイムセール祭りの連絡が届きましたのでご紹介しましたまた実際にセールがスタートしましたらおそらく今回のセールもここには掲載はありませんがノートパソコンだったりあとタブレット PCAndroid タブレットそういった製品も多くのものがセールになることが予想されますそれから、 来月9月には新型の iPhone も発表されるということで、例えば充電器周り、ライトニングケーブルだったり、USB 充電器など、そういったものも今回のセールでお買い得な商品の一つと考えられますので、またその辺は特にお買い得なモデルにつきましては、セールがスタートしたら別の動画でご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録。 よろしくお願いします。